人生から100キロエーゲンハルカ、初のシングル王座体感へエーゲンハルカ、ラグボーナーチャンピオン 83.4 キロマルフジーナオミチ、気をつけるわ、入ってますよ、そうですね、さあ飛び越えた距離を、さあ DDT 真っ逆さまに突き倒していきました。さあ秋山に仕掛けた、秋山に仕掛けた、あのあーっとニュートラルコーナーを使っての白目にかと思われましたが、それは切り抜けました。エーゲンハルカフットバット2連発、そしてエプロンサイドから、おーっとエーゲンハルカがこの位置で、この位置で持ち上げるか、しかし丸藤もこらえます。丸藤もこらえて、いやエーゲンか丸藤か、体重100キロのエーゲンが丸藤を飛ばす、いや戻ってきた、そしてロープ越しにエルボーを放っていくのはチャンピオンの丸藤直道、さあ自らロープに飛んできて、さあエーゲンがどうするか、アート飛ばすことができるか、いや飛ばすことができない、コーナートップに登っていくエーゲンハルカ、さあしかし丸藤直道も気がついています。ヘッドポット上から仕掛けていきました、そしてすぐさま落ちました。しかしもう一度ニュートラルコーナートップに持っていきます。自らのキャリアで2度ほどタイトルを取ったことがあります。さあ今度はどうだどうだ、あーしかし攻撃を仕掛けられるか、丸め込まれた、スケルボーイ返すことがない、ノーノーシー、さあカバーに入った持っていきます、あーとエーゲンが死んだ。本当に長い間、もう本当に元気に頑張ってると思いますね、まあ、あのこの年齢で挑戦するという気持ちがあるということ自体が素晴らしい、はい、これは白目に乗る体勢だ、かわした、あーつまーすつまるめこんだ、どうだどうだ、いくぞ白目、強力な白目だ、これは返すことができなかった。最後は遠慮なく白目を打ち込みました、チャンピオン丸藤直道、いやー最後は白目、いやーすごかった。